本日はね、昭和のパ・リーグあるある。まあね、こうやってね、観客がいないね、外野でね、流しそうめんをやったりね、こうやってね、踊ってね、珍プレーに出るなどとね、昭和のね、パ・リーグっていうのはね、なかなかね、厳しい時代だったんですね。そんな中でもね、ドラフト指名してもね、来てもらえないっていうね、とてもね、辛いね、話があるんですよね。今日はね、ドラフトをね、蹴ってね、後に活躍した選手をね、見ていきたいと思います。まず一人目はこの人、江川卓、作新学院高校ですね。これ高校時代の球なんですけど、めちゃくちゃ速いですよね。そしてね、やっぱりね、怪物江川のね、去就にはね、日本中のね、注目が集まっていたわけですね。そんなね、江川をね、指名したのがね、阪急ブレーブスだったんですけれども、まあね、この時はね、パ・リーグがというよりもね、大学進学でね、たとえ巨人に指名されてもね、行かなかったって言ってたんでね、まあ、パ・リーグ関係ないのかなとはね、ちょっとは思いますね。ちなみになんですが、この年ね、巨人がドラフト1位で指名したのが愛知学院大学の小林投手。しかしこの小林投手はね、なんと巨人のドラフト1位を蹴ったんですね。まあね、そしてね、法政大学ね、進んだ江川ね、4年の時もね、ドラフトを迎えるんですが、今度も指名されたのはクラウンライターライオンズ、パーリーグの球団、それも福岡の球団だったんですね。クラウンのね、指名を蹴ってね、1年間浪人の末ね、まあね、例の空白の1日でね、ジャイアンツ入りするわけですけれどもね、まあこれはね、ジャイアンツでね、活躍してね、江川がね、20勝した時のピッチングなんですけどもね、まあね、いろいろね、あってね、ジャイアンツ入りしたね、江川なんですけれども、大学4年の時はね、まあね、在京のね、セリーグやったらね、でもね、良かったかなってね、まあ言ってるわけなんでね、まあね、要するにね、まあ、巨人にね、入りたいっていう強い思いはあったんでしょうが、まあパ・リーグはね、言っちゃなんですけどね、江川のね、眼中にはなかったんじゃないかなと思うんですね。まあね、たられば言ってしまえば、まあたらればを言うとね、そんなん言うなってね、コメントでね、怒られる方もいらっしゃいますがね、まあね、クラウンがね、あの2年目にね、2年目っていうか、あの西武ライオンズにね、入りした年にね、まあそのままね、まあ交渉期間はね、あったわけですからね、入っていればね、まだね、パ・リーグのね、人気っていう部分で考えたらね、もっともっとパ・リーグ人気はね、高まったんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあね、江川がね、パ・リーグをね、まあ拒否したという話はね、これぐらいにしてね、最もね、パ・リーグでね、嫌われてたね、球団がね、実はあるんですよね。まあね、今度はね、そちらについてね、ちょっとね、お話ししていこうかなと思います。その球団はですね、ロッテオリオンズですね。この小鳥が鳴く川崎球場でね、先ほどのね、流しそうめんとかね、踊ってみたりとか、はたまた麻雀したりとかね、爆竹をね、鳴らしたりとか、花火もあったかな、なんていうかね、珍プレーに出てくるようなね、球場だったんですね。そんなね、不人気球団を象徴しているのが、このドラフト1位指名された時の愛好の、まあ嫌そうなこの顔、まあなんとも言えませんね。ここからはね、パリーグ拒否というよりは、むしろロッテ拒否でね、後にね、活躍したね、選手をね、ご紹介していきたいと思います。まずは石毛博道選手ですね。ロッテのね、高校卒業するときにですね、ドラフト6位の指名を蹴って駒沢大学に進学、その後プリンスホテルを経てね、西武ライオンズでね、大活躍した選手ですね。そしてね、何の因果かプロ1年目ね、1軍でのスタート、開幕戦開幕スタメンショートですね、なんとロッテのエース村田兆治投手からホームランを打っちゃうんですよね。この試合はですね、ホームランを含むね、3安打のね、猛打賞というからね、驚きじゃないですか。もうセンター前にもヒット打っちゃってますもんね。そしてね、ヒットを打つだけではなくてね、この日はね、なんとね、盗塁もね、決めちゃうんですよね。もうやりたい放題ですよね。そして2人目が森重和投手ですね。森重和投手は駒澤大学4年の時にロッテドラフト1位指名されるも拒否。1位指名拒否っていうのはね、大きいですよね。石毛はね、まあ高校生やったんだね。まあ大学進学とかあったでしょうが、プロ志望だったね、森がね、1位を蹴るんですからね。またね、この年のね、2位のね、社会人の4番、前川もね、ロッテ蹴るんですからね、もう1位、2位にね、振られてね、散々なんですよね。そして2年後、森重和投手は西武ライオンズ1位指名されてね、まあ活躍していくわけなんですよね。西武入団後のね、森はといえば、先発に抑えとね、
活躍するわけです。まあ特にね、抑えでね、活躍したね、イメージが強いですかね。こちらはね、日本シリーズでのね、ピッチングなんですかね。まあ西武もね、だんだんと強くなってね、優勝もね、してね、こうやって日本シリーズでもね、出てくるようになってきたわけなんですよね。そういう辺からですね、なんていうんですかね、パリーグ拒否というよりはむしろ、在京だったらね、行きたい球団をね、言うとき、在京のセリーグとね、西武っていうね、選手ね、増えてきたんですよね。おいおい、ロッテと日本ハムはどこ行ったんだよっていう感じなんですけどね。まあね、西武がね、まあその後もね、巨人をね、倒してね、日本シリーズ制覇したりとかね、まあだんだん強くなっていくわけなんですよね。まあそういうことでね、人気、実力ともね、西武はね、兼ね備えていってね、まあパリーグのね、雰囲気っていうのもね、まあ昭和のね、終わりぐらいからね、少しずつはね、風向きがね、変わり始めたかなっていう気はね、若干するんですけどね。その後にね、南海がね、福岡に行ったりとかね、まあロッテも千葉に移転したりとかね、してね、この辺りぐらいからですかね、やっとね、ロッテもね、なんか指名した選手がね、蹴らないでね、入ってくれるようになった感じがね、するんですけどね。まあね、森重和投手のね、次にご紹介しますのが、川口和久投手、広島東洋カープですね。川口もですね、高校卒業時にね、ロッテドラフト6位をね、蹴ってね、社会人のね、デュプロに進みね、その3年後にね、広島にね、1位指名されて入団するわけですね。川口投手はね、広島入団後は先発でね、活躍しましたし、またね、FA でね、ジャイアンツに移籍してからはね、リリーフでもね、活躍されたピッチャーですよね。まあね、川口もね、石毛同様ね、高校時にね、指名してたわけですからね、まあ逃した魚は大きかったと言えるのかもしれませんね。まあね、川口石毛に関してはね、高校卒業時ですからね、まあ進学とかね、社会人っていうこともあるんですかね。まあ森に関してはね、ドラフト1位をね、蹴るんですからね。まあその後にね、竹本っていうピッチャーもね、まあね、ロッテの1位指名をね、蹴るんですよね。1位指名をね、蹴ってね、その後ね、また結局プロ入りするわけですからね、やはりね、ロッテはね、人気がなかったのかなってね、つくくね、思うんですよね。そして最後は西山和孝投手、高知高校ですね。NTT 四国を経てね、ジャイアンツにね、ドラフト3位で入るわけなんですけども、このピッチャーはね、高知高校、当時のね、監督のね、有藤さんがね、高知高校の大先輩だったわけですけどもね、直接ね、出馬したとかしないとかいう話もありますがね、結局ね、ロッテをね、蹴るんですね。こちらはですね、ジャイアンツでね、プロ初登板を果たした時のピッチングのね、映像なんですけれどもね、なんかやっぱね、初々しい感じはね、ありますよね。まあ、西山のね、ピッチングのね、特徴といえば、やっぱりスピードボールですよね。これ147キロ出てますもんね。まあ、高卒時にね、会社名でね、就職進学でね、またね、実力をつけたいっていうね、気持ちはよくわかるんですけれどもね。でもね、最近はね、会社名の選手もね、そういうことを言わずにね、ちゃんとね、まあ、多感にっていうかね、まあ、プロ入りする選手、やっぱりね、増えてますよね。そういった意味ではね、今はね、どのチームのファンもね、ドラフト会議ってね、安心してね、見てられるんじゃないかなって思うんですよね。昔はね、やっぱり昭和のね、パリーグをね、知る私としてはね、どうしてもね、ほんまに来てくれるんかなとかね、またあとね、来てくれそうな選手をね、指名するというね、ちょっと弱気なね、こう、考え方もね、球団によってはね、あったわけなんですよね。今はね、そういったことがね、なくなったんでね、いい時代だとね、思いますね。まあ今日はね、昭和のパリーグドラフト指名をね、1位でもね、蹴られるというね、悲しいね、昭和のね、パリーグのお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。では